4313の、西村美智子です。よろしくお願いします。さあ、西村選手、今年は7月宮島で自身3回目の優勝ということで、おめでとうございます。強豪男子レーサーも多い中で優勝されたんですけれども、いかがでしたか？そうですね、いいエンジンに引けて、結構エンジンも良かったので、はい、ちょっとスタートだけちょっと失敗したんですけども、あとはエンジンが連れてってくれて、優勝できて良かったです。本当におめでとうございます。3コースから抜きでの勝利ということだったんですが、はい、3コースは好きですか？いや、なんかもう最近好きなコース聞かれると、はい、多分全部インコースに行ってて、やっぱり逃げなきゃなって思ってて、他はもう本当それなりな気がします。そうなんです。嫌いじゃないかな、嫌いではない。そうなんですね。今年はね、3回優勝、そして1回の優勝ありましたが、はい、来年2月にはレディースオールスターの出場も決定されました。ありがとうございます。権利があれば聞かせてもらってます。はい、西村選手の人の高さを物語っていると思うんですが、決まった時はいかがでしたか？もういつもドキドキなんですけど、やっぱり行けたら嬉しいレースなので、うん、ファンの皆さんに応援してもらえてすごい良かったなと思います。はい、皆様のためにもね。そうですね、いつもちょっと結果出てないんで、はい、ちょっと今回は頑張りたいです。はい、そして今節はここ大村なんですけれども、3月に出走されていますが、はい、大村水面相性などはどう感じられますか？めちゃくちゃ好きですね。大村大好きです、はい、ありがとうございます。そして西村選手、レーサーを目指したきっかけなども伺いたいんですが、はい、両親が、漫画家さんの河合さんが好きで、はい、ずっと追いかけて買ってて、うん、で、モンキーターンが出た時にも一巻が机の上に置いてあって、うん、まあ、それを普通に読み始めたのがきっかけで、でボートっていうのを知れたのはそこからなんですけど、そうなんですね。で、まあ、行きたいってこう漠然と思い始めて、はい、でたまたま民放のテレビで、ボートがやってて、でその時に山川美幸香川みたいな書いてて、でなんか一着走ってる人が香川のしかも女子レーサーなんだと思って、余計背中を押されたのが、まあ、きっかけだったんですけど、まあ、選手になって、気づいたのが、それなんか山川さんに話したら、いや私大きいレースで1号艇で乗って、なんか優勝したことあったかなみたいなって言い出して、と思って、今考えたらあれ展示やったかもしれないって。そう、展示で名前と、はい、確かに名前と県名出てたしなと思って、あれをもう全然分かんなかったから、一着走ってるもんやと思ってて、はい、でもなんかすごい選手が香川にいるんだと思って、なんか背中を押されたのがもう結構大きかったと思います。そうなんですね。そして実際にレーサーになられて、はい、もちろん山川選手にお会いしたと思うんですけれども、はい、最初に会った時っていかがでした？それこそ宮島で初めて同じレースを走らせてもらって、はい、その時やっぱなんかまだファンだったんで、サインとかもらったりして。そうなんですよ。でもお箸の持ち方を教えてもらったり。でしかもその節私フライング切っちゃって、はい、でもなんか怒るっていうよりもなんか外から勝とうと思ったら、なんかスタート行くのはしょうがないって言ってくれる感じだったので、まあ、フライングはもちろんダメなんですけど、なんかそういう風に優しかったし、すごいなんか勉強になったなと思います。いい先輩と。あ、本当に、はい、優しかったです。はい、その山川選手、今節は一緒に来られるということ で、ね、はい、一緒に来られたりとか。あ、一緒に来ました。あ、一番乗りで、二人で。そしてね、その山川選手、西村選手が所属しているのはパワーシーブなんですけれども、はい、勢いある女子レーサーたくさんいらっしゃいますよね。あ、そうですね、はい、その強さの秘密とかあったりする。もう 前から思ってるんですけど、やっぱり山川さんがずっとなんか
何歳になってもずっとこうトップで居続けてくれてるのと、私が出てきた時ももうすでに全員 A 級だったし、もう環境とかもすごい良くて、自然とあのなんか上を目指せれる環境、なんかそれが当たり前みたいな環境がなんかもう香川支部が出来上がってたんじゃないかなと思って、だからもう A 級目指すの、なんか A 級になるの当たり前みたいな気持ちで、うん、結構出てきてたと思います。桃花までが結構バババって出てきて、その辺もすごいレベルもすごい高いし、切磋琢磨してるかなと思います。はい、いい関係性。そうですね、はい。一緒にトレーニングとかもされたりするんですか？いや、全くなんか練習はね、はい、若い時はもうみんなで一緒にしてましたけど、トレーニングとかはもう全然ないです。やっぱ結構みんな家庭持ちやし、はい、おのおのです。子供とか家事以外のことはもうドラマですね。なんかレース場で見れなかったドラマを溜まってるんで、もう見るのに必死で、ここに来る間も中2日だったんで、もうほぼ徹夜で見たんですけど、一生懸命動いてて、それでもまだ見れてないまま来ちゃったんで、ちょっと気になるんですけど、そうですね、ドラマ見るのが結構多いかな。二児のお母さんということで、はい、一緒にお出かけとかも結構されたりはするんですか？そうですね、上の娘が今小学校6年生で、もう結構大人っていうか、はい、なんか服選びも好きやし、なんかすごく仲いいんで、はい、なんか友達みたいな、このまま早く大きくなって一緒に旅行とかも行きたいなって思うような中で、でも下の男の子はサッカー始めて3年生なんですけど、最近みんなで池、野田池の周りを、はい、あの走りに行ったりするようになりました。はい、本当にでも非常に楽しみな。そうですね、はい。そして休日の過ごし方、そして趣味などもお聞きしていきたいんですが、はいはい、趣味ってどんなこと？今だと編み物を、岩崎選手からちょっと教えてもらって。あ、そうです、そうです。で、編み物にハマっちゃって、結構コツコツする作業が好きで、で、今、今回とかは、藤崎選手の赤ちゃんのおくるみ編んだり、いろんな人のなんか出産の品、おもちゃとか今編んでます。でも手作りとか温め込みがあってもらったら嬉しいですね。いや、もう自己満ですけど。体を動かしたりとかは、ゴルフなどされたり？もう3年前か4年前ぐらいからホットヨガ行ってて、すごいホットヨガが自分に合ってるなと思って、本当はもっとちゃんと行きたいんですけど、うん、なんか体の歪みとか、なんか痛みとかもホットヨガ行くとだいぶなんか整うというか、体にもすごいいいなと思ったんで。高いのがいい。あ、そうですね。あとやっぱヨガがいいです。ヨガが。ホットヨガはもうちょっと減量を兼ねてみたいなところがあるんで、ヨガがすごくいいと思います。はい。です。はい。ゴルフなどもされてるとか。そうそうですね。はいはい。最近ゴルフ、はい、もうなんか年1回か2回行ければよかったんですけど、はい、最近ちょっと松尾かなみちゃんとか、うん、山田理央ちゃんも始めてくれたんで。はい、結構、はい、地元の人と、なんか行けそうなメンバーちょっと増えてきたんで、あ、結構ちょっと行きたいです、はい。ちなみに、スコアなどはいかがですか？いや、もう全然、もう100から120を行き来する感じで、最近100を切れないんで、100を切れないんで、ちょっと100切るの目標で、でもそれぐらいで回るのを楽しみたいみたいな。うまくもなりたいですけど、その辺が一番楽しいかなって言ってます、周りで。楽しみながら徐々に徐々に。そうですね、もうスカぶったり、コロコロみたいな。最後にファンの方へ一言お願いします。はい、レディーソウルスターも選んでいただいたし、来年はちょっと気合を入れて走りたいと思っています。
まずはここの大村から優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。